コスモスが主任の命を縮める。コスモスが私を殺すの。シオン、僕と一緒に来てほしい。このままでは君の未来はない。君を救うためにはこの方法しかないんだ。頼むシオン、僕は君を失いたくはないんだ。先輩、私分かってる。もういいんだ。僕はここにいる。私嬉しいの。ケビン先輩に会えてよかったって思ってる。ずっとずっと会いたかったから。もう二度と会えないと思っていた。だから私、私約束するよ。もう君のそばを離れない。ずっと一緒だ。先輩、兄さん、何をするのよ。シオ、申し訳ないが、お前をこのまま行かせるわけにはいきません。確かに彼の言ってることは実にもっともらしく聞こえる。だが、だからこそ私はお前のことを信じることができない。ジン・ウズキ、ふざけないでよ。やめてよ兄さん。ケビン先輩なのよ。心から愛した大切な人なのよ。お前こそわからないのですか。彼はすでに人ではない。違う、違うわよ。先輩は、ケビン先輩は昔のまま、あの時のままの優しいケビン先輩よ。くそ、どうしてみんな邪魔をするの。シオン、下がりなさい。コスモス、シオンを連れて脱出を。コスモス、やめるんだ。シオンと共に私の元に来なさい。コスモス、ダメだ、行くんじゃない。コスモス。ケビン・ウィニコット、申し訳ありませんが、私はあなたの命令を聞くようにプログラムされてはおりません。創造主に逆らうつもりか。あなたが創造したコスモスはすでにテロスによって破壊されました。私の設計者はシオン・ウズキおよびアレン・リッジリーの両名です。バカな。シオン、脱出します。やめなさいコスモス、私は行きたくない。申し訳ありません。危険回避のための処置です。コスモス、逃げるのか。やめろテロス、無理に置く必要はない。機会はいくらでもある。戻れ。